こんにちは。やっとこの時が来ました。私は父の敵を討ちたい。ロードナイトモンド、どうか私に力を貸してください。ありがとう。私たちならきっと。無理しちゃダメだよ。皆さん、頑張って。ごめんなさい。仕方なかったな。行くぞ、みんな。くらえ。行きます。皆さん、頑張って。みんなよく頑張ったね。
行きます。続けていこう。you
くぞみんな。行きます。くらえ。待ちわびたぞ。ロードナイトモン、もう逃がさない。逃げる？私が？思い違いも甚だしいな、人間。私はむしろ貴様らの来訪を歓迎している。目障りなゴミがきれいさっぱり片付くのだからな。私はお前を許さない。父を殺したお前を、私とて初めから貴様の父親を殺そうとしていたわけではない。ただあの女の意識が血を這い渦巻き、物が身をも焼き尽くさんとする打滑がごとき黒煙、騎士の野心、欲望、嫉妬、その劇場が私の意識に影響を及ぼしたのだ。人間が我らデジモンにとっていかに危険な存在であるか。それではリエさんが抱いていた父への殺意があなたを変えてしまったと？ん？しかしあの女の感情はそう悪いものでもない。貴様らのような脆弱な人間を蹂躙する時の優越感、精神が崩壊する時の断末魔、その全てが私を高ぶらせ狂気させてくれるのだから。
私にこの感情を与えたのは貴様ら人間。エデン症候群を広めたのはお前の仕業なの？半分正解といったところか。私はただイーターをコントロールしただけ。結果として広まったことは福音ではあるが目的ではない。だがかの罪の烙印の蔓延について私を責めようとは実に人間らしい。アングロドン、無知もうまいたる修行だ。世界に破滅を導いた現在は、元凶は貴様ら自身であるというのに。何を言って。8年前だ、神城優吾、神城優子、白峰の木、真田新た、貴様らは8年前デジタルワールドにやってきた。とてつもない最悪を引き連れて。現在最悪、どういうこと。私たちがデジタルワールドへ。そんなこと覚えてない。記憶に。もしかして私たちも記憶を奪われた、山科さんのように。それに8年前、兄さんがエデン症候群になった。エデンのベータテスト、参加した子供たち5人。それってようやく思い立ったか。だがもはや貴様らに過去を信じ、貴様らの明日は変わらぬ。絶望と共に滅ぶ運命は変えられぬ。それが貴様らの歩む唯一の道だ。真実の嫌味を知り泣き叫ぶがいい。くらえ。Ha ha ha!
なあ、大丈夫か、お前。ほら、早く行こうよ。お兄ちゃん。お前ら、勝手に行動するなよ。年上の俺の言うこと、ちゃんと聞けよな。はーい。さあ、もっと奥行こう。エデンはすっごく広いんだ。いろんなところに行ってみよう。もちろん僕たちはずっと一緒だよ。ずっとずっとここにいようぜ。なあ、いいだろ。あれ、話に乗ればそうらしい。大丈夫ですって。前にふわっといなくなった時もしれっと帰ってきたし、きっとそういう属性のキャラなんですよ。あ、伝わります？このフィーリング。だが今回は若干勝手が異なっている。これってどういうこと？ねえ京子さん、ゆうこっち。私にも分かりません。気がついたらそれだけが。どうやらロードナイトモンの狡猾な罠に絡め取られてしまったようだ。ロードナイトモンの罠。ロードナイトモンはあらゆる剣謀術数を使って君たちを排除しようとしている。よほど警戒されているようだな。デジバイスが見つかっただけでも幸いだった。先ほどログデータを解析し、助手の位置情報がロストしたポイントを割り出してみた。見つかったんですか？どこ？我々の知った場所だ。かつてエデンのバージョンアップ体験会で使用したエリア。それを最後にログは消失している。あのエリアはイーター出現以降完全に隔離されていて、
現在はメインエリアの復旧及び維持を優先している関係で放置状態になっているはずです。あそこはデジタルウェーブの容量も桁違いだ。ロイヤルナイツのアジトとしてはおあつらい向きだな。でも私たちは秋葉原にいた。それがいつの間にか別のエリアへ。私は気づかなかった。それだけ相手の罠が巧妙だったんだ。気に病むと言っても無駄だろう。ならば行動に移るしかない。ロードナイトモンの手に落ちた我が助手を取り戻すんだ。さすが京子さん、そうこなくっちゃ。まずはこのデジバイスを白峰ノキア、君に託す。そこなくちゃ。パート2。はい、あ、私に。助手と共にあったデジモンたちを連れて救助に向かってほしい。彼らの力がきっと必要になる。君はデジモンたちからの信頼が特に厚い。彼らの力を存分に引き出せるはずだ。わかりました。ここは一つ足がド派だ。ノキアさん、私も一緒に行きます。お、ゆうこっちも脱いじゃう感じ。 JK2 人してポロッと行っちゃう。あ、はい、ポロッと行っちゃいます。ポロッと行く意味はわからないが、我が助手のこと頼んだぞ。無論バックアップはさせてもらうつもりだよ。ねね、ゆうこっち、ここってバージョンアップしたエデンのエリア？なんていうか、その何にもないね。いえ、エリア内のデータは全て書き換えられています。ここはおそらくサービス開始前のエデン。現在空論となっているエリアを当時のまま再現している。以前資料映像で見たので間違いないと。うーん、そっか。だからかな、さっきから懐かしいっていうかデジャブっていうか。
胸の奥がキュッてなるような不思議な感じがしてるんだよね。それはノキアさんが。いえ、私たちがここを訪れたことがあるからだと思います。え、どういうこと。私も信じられなかったけど、はっきりと確信を得ました。この先に答えがあります。先に進めば。はい、ちょ、ゆうこっち。マジで怖がりだな。そんなことないけど、
もし危険なものだったら、ねえノキアちゃんも止めて。中に入れそうだぜ。本当か、アラタ。行ってみようか。ああ、行こう行こう。なあ、お前も行くよな。今のアラタと私たちと。お兄ちゃん、この光ってまさか。いいのかい、その光の向こうには過去が眠っている。失われた、忘れ去られた過去が。お兄ちゃん、ユーゴくん。ユーゴ、やっと会えたね。お兄ちゃん、本当にお兄ちゃんだ。本当かどうかは自分でもよくわからない。今の僕は幻のようなものだから。イーターが生み出すね。え、どういうこと？8年前、エデンのベータテストに参加した僕はイーターと遭遇し襲われ。精神データを吸収されて肉体に戻れなくなってしまった。でも僕の精神データは消滅したわけじゃない。イーターに囚われたまま。ある場所、そこに行けばお兄ちゃんを助けられるの？詳しくは言えない。優子たちを危険な目に遭わせたくないから、デジタルワールドのある場所とだけ伝えておくよ。デジタルワールド？その場所から僕は君たちを見守っていた。時には姿を見せたこともあったはずだ。それこそ幻のような姿を。あ、それって噂の白い少年の幽霊の？あれは僕の記憶の断片をイーターがデジタイズしたものだ。正体が幽霊じゃなくて。安心したかい？別に幽霊なんて怖くありませんけど。それじゃあイーターの出現場所で白い少年が目撃されるっていうのは。僕とイーターは言ってみれば同一の存在なんだ。イーターとは子にして善。全てのイーターはあらゆる記憶、あらゆる情報をあらゆる瞬間に共有している。僕もそのネットワークの一部なんだよ。だからイーターがいるところには僕もいる。逆に言えばイーターがいないと。お兄ちゃん、ユウコ、本当に行くのかい？この光の先にあるのはデジタルワールド。そこで待つのは、真実を知るのはとても勇気が必要だ。私はたくさんの勇気をもらいました。パパやお兄ちゃんに、そして友達に。だから行きます。はわ、ゆうこっち、それやばい。ぎゅーってぎゅーってしていい？え、何を突然。ノキアさん？そうか、わかった。
心の準備ができたなら気をつけるんだよ。さっきも言ったけど、僕がいるところにはイーターがいる。待ってて、お兄ちゃん。次は私が会いに行くから。その時は私も一緒だからね。もちろんみんな一緒。きっとおバカな新も。皆さん私の友達ですから。行こう、ゆうこっち。はい、ノキアさん。彼女たちの反応までもロストしたか。長きの空白に終わりを告げる時だ。ここがデジタルワールド。とても綺麗なところ。ノキアさん、あれは。ねえねえ、君誰？えへん、あたしノキアだよ。君たちこそ誰？僕アグモンって言うんだ。お、俺はガブモン。アグモンとガブモン、変な名前。変じゃないもん。そっちこそ変な名前だ。ほんだ、変じゃないもん。あ、なんだこいつら。変なのがいっぱいだ。変じゃないよ、かわいいよ。そうか？よく見るとかわいいかな。ねえアグモンガブモン、あたしたちと一緒に遊ぼう。あたしたちね、今大冒険してるの。君と。いいよ。アグモン、ガブモン、やっぱり私たち出会ってたんだね。ねえ、本当にもう帰っちゃうの？そろそろ戻らないと大人たちが心配するだろう。はあ、楽しかったな。あの子たちと友達になっちゃった。絶対また来ようね、みんなで。何か来る。ここにいちゃダメだ。早く逃げよう。逃げるってどこへ？来た道を戻るしかないだろう。けど。大丈夫だよ優子、僕があいつを引きつけるから。その間に向こう側へ走って逃げるんだ。お兄ちゃん、そんなのダメだよ。あなた、みんなを頼んだぞ。優子、任せとけ。私たち、ダメ、
お兄ちゃん、やめて。ここは電脳空間だ。だからユーゴは、リアルのユーゴは、俺はみんなを守ったんだ。こうするしかなかったんだ。こうするしか。兄さんは私たちをかばって、それなのに私は忘れていた。ひょっとしてあのイーターは私たちの世界から、いや、私たちのせいでデジタルワールドに。その通りだ。自らの犯した大罪思い出したのか。記憶の封印をわざわざ解いてやったのだ。思い出してもらわなければ甲斐がない。貴様らは不用意にデジタルワールドを訪れ、雨津さえゴミを残したまま扉を閉じてしまった。その時世界の断りは歪み始めた。その時世界の崩壊が始まったのだ。怯えろ、絶望しろ、罪をあがない。この感じお姉さんゾクゾクしちゃうわ。未来を選ぶ、そんな不確かな可能性を私は信じよう。あWhat?
てくれるの？貴様、私の邪魔をしようというのか。何かは知らんが、そこをどけ。こいつ、その人間ども、我々のデジタルワールドを崩壊させた、ゆるた。私もお前と同様、人の肉体に宿る人と沿ってきたデジモンだ。故に私は問う、人は真に粛清されるべき存在か。問う、貴様はそうして人間の側に立つことを選んだのか。とんでもない絵だ。具にもつかないロジックだ。人間なり悪しきデータを撒き散らし、我らデジモンを世界ごと汚染する汚物でしかない。私の肉となった女も、女によって操られた無造無造の群衆も、すべからく醜悪かつ邪悪、愚かでつまり人間は粛清されてしかるべき存在。人間の消滅こと宇宙の摂理なのだ。確かに人間は時に過ちを犯し、選択を考え、愚かしい行動をする。しかしそれはデジモンである我らとて同じ。そして人間とデジモンの一面でしかない。お前の目には他の面が映らなかったけどね。デジモンと人間は同じ。貴様、人間とどうかし狂ったか。だがあえて人間に共感しようとすれば、無力なものを踏みにじる無力か。騎士という女の感情という伝法をかかるずに勘弁。やれやれ、誇り高きロイヤルナイツの言葉とは思えないな。おざくな。貴様のような得体の知れぬ者にロイヤルナイツの何がわかる。私にもわからない。だからこそ問い続けている。つまり貴様も人間のよう憎がい、このゴミほどの消し去ってやる。やはり戦いを望むか。よかろう、他に道はなさそう。手を貸してくれるかな。それとも奴の望み通り素直に消えるか。知らぬよき神城優、彼女たちと共に。ちょ、え、これどういうこと。私たちのこと知ってる。あなた誰。私の特製ブレンドを飲まないと思い出せない。明太子とマヨネーズ、どちらにする。それともやはり両方かも。嘘。京子さん。さあ我が助手、君のデジバイスを白峰ノキアから受け取りたまえ。仕事の時間だ。絶望的な差を思い知れ。行け。行け。Thank you.
行け。ドロー坂終わりだ。続けていこう。探偵だ。しがないね。さて、そろそろ終止符を打たせてもらおう。私は戦闘が増えてな探偵でね、刀剣など体得しておけばよかったかな。待って、私に父の仇を打たせてください。なるほど、これは君の戦いでもあったな。いいだろう、君の手で君の戦いを終わらせたまえ。はい、お願いします。私と一緒に。この分際でこの私を撃つなと。思い上がるな。逃げない。あなたなんて怖くない。
存在自体が罪と知れ。やりましたね。なぜだ、なぜ貴様ほどのデジモンが、それがイグドラシルの意志だとでも言う。そう信じたから私は人間と共にいる。ならば我らのしてきたことは何だったのだ。ロイヤルナイツとは何なのだ。聞かせてもらおう。お前たちはドゥフトモンは何を企んでいる。何やら気分がいい。いいだろう、教えてやる。私がパラダイスロスト計画で使用したデジタルラインを利用し、強大な力を得て一息に人間世界を、イーターともども滅ぼそうと、人間との融合は私には、貴様と私、さようなら、ロードナイト。いえ、リエさん。今度こそ、本当の、本当に、お別れみたいね。寂しく。私、あなたのバカみたいな喋り方、その、キャラ作り、っていうか、若作り、見苦しいし、正直痛々しいですから。では諸君、ひとまず事務所に戻るとしよう。君たちも私に聞きたいことがあるだろうし。てか、あなたは本当に京子さん？私の入れたコーヒーをご賞味いただければ納得してもらえると思うが。え？八丁味噌クリームチーズわさびブレンド、未発表の新作だが、なかなかの自信作だ。君に味見をしてもらおう。私に？京子さんですね、間違いなく。京子さん、お願いだから、わさびだけは抜いて。そこですか。共有しているクレミ京子の記憶も交えてね。8年前エデンのベータテスト以降、デジタルワールドはイーターによる侵食を受け始めた。いち早く事態を察知した私は、その原因が隣接する別次元の世界、
人間が生み出した電脳世界にあることを突き止めたんだ。時を同じくして人間世界で探偵クレミ京子がエデン症候群になる事件が発生した。彼女は会社内部の不正を調査告発するために動いていた神城悟に雇われていたようだ。父が京子さんを雇っていた？そうだ。そしてその折内部告発者から接触があり密会したいとの申し出があった。彼女は応じ指定された電脳空間内のエリアに単身赴いた。しかしそれは岸辺理恵があつらえた罠だったのだ。神城の実権を握るという野心に燃えていた彼女はクレミ京子に神城悟こそが不正の張本人であると訴え、その証拠までも巧妙に捏造していた。政治家への献金、ユーザー個人情報の売買、果ては自分との不倫などというマスコミが飛びつきそうなネタも盛り込みつつね。だが岸辺理恵の罠よりも一段大掛かりな罠がある人物の手によって仕掛けられていたのだ。そしてクレミ京子はイーターに食われ、岸辺理恵ともどもエデン症候群になってしまった。あれが末道明美の罠だったと確信したのは、彼がイーターの研究をしていたと知ったごく最近だ。尊敬の念を抱く神城悟を岸辺の野心から守るためにああいった手段に出たのかもしれない。末道が父を。その時私はイーターに侵食され発生していた次元を隔てる壁の隙間からエデンネットワークへと侵入していたが、何分隙間が小さくてね。データ質量を一度幼年期デジモンレベルまで縮小しなければならなかった。そのままの状態ではまともな活動は見込めない。何らかの依り代を必要としていたのだ。そこで出会ったのが精神データを失ったクレミ京子の肉体だ。精神データの代わりとして入り込めば宿主の肉体を意のままにできると私は気づいていた。それによりこの現実世界での行動が可能になったわけだ。ただし精神活動の代行にはもちろん大きなリスクがある。人間の有機的構造は複雑だ。肉体と同調するにはある程度宿主の記憶と同化せざるを得ない。それはデジモンである私自身が変質する可能性を意味する。今となってみればこの肉体、クレミ京子との出会いは運命に定められていたと思える。彼女の使命感と私の役割が矛盾も拒絶もなくシンクロし同化できたのだから、私は京子となり、京子は私となった。それではロードナイトモンも。ああ、ロードナイトモンも同様にして人間世界に降り立ち岸辺理恵の肉体と同化したのだろう。君たちからすれば私もロードナイトモンも行為自体に違いはないと思えるだろう。何せ他人の肉体をいいように使っているのだからな。もし君の肉体が有用であったならば、私は迷わず使っているだろう。軽蔑するかい？
君らしい答えだな。まさか人間として暮らしていたとは。そっか、オメガモンも気づいてなかったのか。得体の知れないデジモンである私を信用しろとは虫のいい話かもしれないが、どうかこれまで通り君たちの仲間の一人として協力させてほしい。ちょ、やめてよ京子さん。そりゃ体は人間で中の人はデジモンとか、もうあんなサンズリバー風味のコーヒーを最高の笑顔で飲ませちゃったりとか、マジ人間じゃない、味覚もろともユーマとは思っちゃったりもするけど。そうか、これまでの作品では物足りないと言いたいのだな。ではそちらにも全力を尽くすと約束しよう。挽回のチャ、殺人予告って、そうじゃなくって、京子さんはずっとエデン症候群やイーターをどうにかしようとしてくれてたし、今さら信用するとかしないとかありなわけないって話。ノキアさん、結局それどっちなんですか。京子さんには逆にお聞きしたいです。デジタルワールドにイーターが出現した原因は、それなのにどうして協力してくれるんですか。私は自分の役割を果たそうとしているだけだよ。8年前の事件については幼い君たちにはどうすることもできなかったはずだ。けどやっぱちょいきついな。私たちのせいでデジタルワールドが大変なことになったなんて思い出さない方が良かったと思うかい。思わない。ぶっちゃけきついし辛いけど、私は思い出せてよかった。私も嫌な出来事を忘れられるとしても大切なことまで忘れたくありません。そうだね、アグモンもガブモンもユーコッチもデモってユーゴくんも、ついあの時できた友達のこと忘れちゃいけない大事な思い出だもん。思い出したからには兄さんも、ついでに新田さんも迎えに行かなきゃだね。君たちらしい答えだな。実に人間らしい答えだ。我々がまずやらなければならないこと、それはルフトモンの企てを阻止することだ。ルフトモンはパラダイスロスト計画で使用されたデジタルラインを再利用して自身に膨大な量のデジタルウェーブを注ぎ込むつもりでいる。次元の壁に大穴をうがつほどのとてつもないエネルギーでルフエグザモンをはるかにしのぐ力を持ったデジモンへと進化してしまうだろう。そうなったらチェックメイトですね。コンティニー的なあれはなしか。そこでだ、上白優子奪還作戦にアレンジを加えて実行しようと思う。前回はデジタルウェーブの流れを遮断しただけだったが、より確実にドゥフトモンを制するため彼がすでに溜め込んでいるであろうエネルギーを奪う。そんなことが可能なんですか。可能にするのさ、ハッカー、そしてテイマーたちの力を借りてね。概要はこうだ。各地のエデンスポットにハッキングを仕掛け、デジタルラインの構造そのものを変更する。デジタルウェーブを放出するのではなく吸い上げる構造にね。そうすればエネルギーを得るべくデジタルラインに接続しているドゥフトモンは、やべ、これ以上ない壮大な規模の嫌がらせ。うわー、ブラックユーコ様にぴったりな作戦だね。なんてリベリオンズのみんなをよろしく、ユーコッチ。いや、その役目は、うんうん、頑張ってね、ノキアッチ。
私もノキアさんが適任だと思います。リベリオンズはそのノキアさんにしかまとめ、それに私はもうユーゴには戻れません。いえ、戻りたくない。けどザクソンとか元ジュードとかのハッカーは私がまとめるとか、なんかっていうか無理じゃん。失敗できない作戦だし、やめた方が。君らしくないぞノキア。この時君はいつも言っていたはずだ。なんとかなると。オメガモン、私もノキアならできると信じている。いやー、何これ、なんかやれそうな気がしてきちゃったんだけど。そっか、うん、そうだよね。確かにいつもそう言ってたよね。けどオメガモン、今回はちょっと違うんだな。なんとかなるじゃなくって、私がなんとかするだ。京子さん、ゆうこっち、分かった、大丈夫、私がなんとかするから任せなさい。任せるとも。私と助手上白優子はルフトモンを強襲する。六本木、東京新都庁、奴の居城はここだ。じゃあもろもろ準備が整ったら、私とオメガモンも進行。おりゃー、リベリオンズ集合じゃ。いよいよ天王山、ドゥフトモンとの決戦だ。